お呼びで。マスターは我が新たな主人主にございますれば、お呼びとあらば即参上いたしまする。こたびはいかなるご用の向きにて。チョコレート、チョコレート。ああ、そういえばカルデア職員の方々がそのような。はい、断蔵も知識としては得ております。確か本日はバレンタインなる祭事の日、日頃の思いを形としてお渡しするのだとか。断蔵としてもそうですね、日頃何かにつけて目をかけていただいているお礼に何らかの品を差し上げられればよいのですが。そうでした、うっかりでありまする。申し訳ありませぬ。私そのことをすっかり失念しておりました。まるで何も用意できていない。なんたる愚かな。からくりとして短期記録については少なくとも壊れてはいないはずなのに、うっかりと。かくなる上は、サイリン素材、いや、そうではなく、あ、そうです。団蔵、贈り物にふさわしきものを携えておりまする。こちらをお受け取りください。はい、まんじゅうにて。このまんじゅうであれば贈り物として適当でしょう。このまんじゅうこそは風魔まんじゅう貝。風魔一族がその総力を結集して作り上げた一品めいた何か。それを団蔵がさらなる工夫を凝らした改良品にございます。一日を過ごすために必要な活力が全て蓄えられており、一つ食べれば百人力というものです。同性風に言うのなら、そうですね、高タンパク、ビタミン豊富、そして高カロリーです。このまんじゅうさえ食せば飢えることはまずなく、全身に活力がみなぎるはず。例えば魔力の一時的増加とて夢ではありません。ありがとうございます。はい、これはすごいものなのです。私も開発と改良に励んだものとして鼻が高いというものです。ただ一つばかり懸念として。もしやまずいのではという。そうなのです、断蔵は味覚がありませんので。風魔の方々はまんじゅうの改良をそれはそれは喜んでおられたのですが、ただ味については、頑として誰も感想を述べてくれず。無論効能には細心の注意をいたしましたが、味についてはとんと考えが及んでおらず。ですので、その。マスター、しっかりなさってください、我が主。